ジャズ喫茶バリエレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はピアノを紹介したいと思います。この人も私は好きなピアニストです。今日のピアニストはこの人なんですけれども、ここに大きく出ています。ポール・ブレールというピアニストです。ポール・ブレールフットルースというレコードになります。ピアノトリオです。メンバーはポール・ブレール、それからベースがスティーブ・スワロー、ドラムがピート・ラ・ロッカ。このメンバーを見ただけで何かやるなっていうふうに、そんな3人なんですけれども、ポール・ブレールなんて言いますか、フリータッチで語られることもありますけれども、もちろんのいかにもフリーというアルバムもありますけれども、彼の場合はやはりそのベースにあるのはオーソドックスな、やはりスイングもあり、そうですね、あとワルツもありブルースもあり、そういったベースにはちゃんとこのいわゆるジャズの、王道の部分がですね、彼の中にはあるんですね。1954年ぐらいにですね、もうちょっと前ですか、チャールズ・ミンガスが、立ち上げた、すぐ潰れてしまったんですけども、レビューというレベルがあります。マックス・ロシと一緒にやったんですけども、まあ、後に、ファンタジーに、引き継がれていくんですけども、まあ、デーブ・ブルーベックが買い取るような形でですね、続いていくんですけども、そのデビューレベルですね、デビューレベルにポール・ブレーが、参加してます、レコードに。まあ、デビューレーベル、チャールズ・ミンガスが立ち上げたというぐらいですので、もういかにもこの先を行く、この先見性のある、古いものに、いつまでも囚われていない、先っていうのをミンガスの場合見ていたので、そのレーベルの、ポリシーにこう全く合う、ピアニストポール・ブレー参加していました。それで今日お届けするこのフットルースですが、これは1962年の録音になります。それで今日お届けするのはですね、コーネット・コールマンの初のリーダーアルバム、コンテンポラリーというレーベルから出ているんですが、タマティン・エルスというアルバムがあります。それがコーネット・コールマンの初リーダーなんですけども、その中で演奏されている When Will the Blues Leave? When Will the Blues Leave? という曲をやってるんですね。その曲をですね、このポール・ブレートリオがですね、演奏しています。もちろんポール・ブレートとコーネット・コールマンは関わりがあります。以前紹介した、こちらですね、こちらにドン・チェリー、チャーリー・ヘイデン、オーネット・コールマンの写真が写ってるんですけども、この写真は後付けなんですね。この写真はこんなひげを生やした、こんな、もう要はこれはですね、未発表だったのが後に1970年代にレコード化されたレコードなんですけども、録音時代は1958年なんですね。それでオーネット・コールマンのサムシング・エルス初リーダーアルバムも1958年です。その時のリーダー名義がポール・ブレーになってるんですね。でポール・ブレーという人はこういった感じ、ベーシストですとここの
ライナーノーツにも書いてありますけれども、非常にベーシストを育てた。例えばですね、ここに書いてあります。今挙げたチャーリー・ヘイデンとかスティーブ・スワロー、ゲイリー・ピーコック、そういったベース、若いベースプレーヤーをですね、非常に育てる上でですね、非常に重要な役割を果たしたということがここに書いてあります。まあ、ポール・ブレイ自身はもういわゆるソニー・ロリンズとかですね、ジミ・ジュフリーとか、ここにも書いてありますけども、そういったもういわゆるジャイアンツですね、ジャズ・ジャイアンツともやってますし、もう何でもできるようなこういう人なんですね。それでこのレコードは戻りますと、醸し出している雰囲気はフリーです、フリーです。ですけどもよく聴いてみると、ワルツあり、ブルースあり、それぞれの曲がですねあるんですね。それでこのレコードの曲全体をですね書いているのが奥さんであるカーラ・ブレイですね。その曲をいろいろやってるんですけども、今日はオネット・コールマンの When Will the Blues Leave という曲をですね、いい曲です。やはりポール・ブレイのこのピアノはなんか抜けるようなピアノで、非常に、単なるフリーではないという、そんな感じが、伝わってくる、素晴らしいピアニストだと私は思います。では、ポール・ブレイのフットルースから When Will the Blues Leave お聴きください。ジャズアイオ。